富山の役は、天正13年8月、橋場秀吉率いる大軍が、笹成政が立てこもる越中国府山城を包囲し、降伏させた戦い。北国五道座、笹攻め、越中征伐とも言う。小牧、長久手の戦いに、政治的勝利を収め、徳川家康を屈服させた秀吉は、この戦いで徳川方についた諸将への討伐を、開始する。六月、 秀吉は弟、秀長を総大将に、四国の長祖壁もどっを攻め、これを下した。七月には関白に就任し、未だ反抗を続ける笹成政を討伐するため、織田信夫を総大将としての越中攻めを決断する。八月四日、織田信夫の隊が京都を出陣し、同六日には、加賀国取り越えに布陣していた前田勢が、笹軍との交戦を開始する。どうなのか、 秀吉は自ら軍を率いて慶を出陣した。対する成政は、越中国内十六の諸城祭から順次兵を引き上げ、と山城に集中配備し、秀吉の来襲に備えた。8月19日、加賀国津端から越中に入った、秀吉軍は攻撃を開始し、国内の要所を放火して回り、と山城を包囲した。 越後の上杉影勝もこれに呼応して、兵を出し越中境まで進出した。秀吉自身は、越中を見下ろす、加賀と越中の国境である、栗原峠に陣を構築した。秀吉は、成政の同盟者であった、日田の姉賀工事頼綱や内賀島市里に対して、同時に追悼を行った。越中国の軍から分かれた、金森永近率いる本隊と、 金森両国の美の方面から、長金陽氏の金森果重が率いた、別動隊の南北に部隊が飛騨に侵入し、短期間のうちに制伐された。成政はこれらに援軍を出すこともできず、さらに孤立した。しかし神津川の流れを水合に引き込み、不条の異名を持つと山城を正面から攻めるのは難しく、攻めての損害も大きくなる。このため秀吉は、 水攻めで攻略するつもりでいたとも伝わる。またこの時期、暴風雨が八重中の秀吉軍を直撃し、被害が出ている。戦力差を鑑みた成政は、8月26日には、織田信夫を仲介に降伏を申し入れ、栗から峠に陣する秀吉のもとを訪れた。成政は、この際、髪を反り添いを身につけ教順の意を示したとされる。秀吉は成正を除名し、 最主と共に、大阪城に移した。成政は、越中新川軍を除くすべての所領を没収され、その後しばらくと義州として、秀吉に仕え、後に、日後国へ転保されることとなる。成政降伏後、秀吉はうるう8月1日に自らと山城に入り、越後の上杉影勝に対し会談を申し入れるが、継承が応じなかったため、同一かと山城を破却し、 越中を引き上げる。秀吉は、早々に陣を払い、うるう8月7日に、ががに入り、同9日に、越前同17日に、坂本、同24日に京を通り、うるう8月27日に、大阪へ帰着した。約50日間に及ぶ遠征であった。この戦いでは、大きな合戦は、ほとんどなかったが、佐々軍が、 庭長しの陣に野衆をかけたとする記録があり、また、前田家臣が戦後に戦死者の供養をしていることなどから、小規模な合戦はあったようである。7月17日付、加藤桜井宛秀吉主演上、道のくたなぐら藩主安倍家文書、ありがとうございます。